ました。はい、はい、おじいちゃんの方でこれから私たちが戦う敵のことを教えてください。そうだな、わしが知る限りのことを伝えておこう。まずは皇帝スプリガン、この大陸イシュガルでは最強の黒魔導士として知られるあのゼレフじゃ。そしてその配下にスプリガン12と呼ばれる先鋭部隊がいる。わしも1年間で会うことができたのは6人だけ。土地が広いせいで全員が一堂に会することはめったにないらしい。7人か。急な招集にしてはよく集まってくれたね。実はナイハルト様も宮殿にはお越しなのですが。そのいいよ。よくはありません。陛下の命令に逆らうなど。トゥエルブの名折れ。冬将軍インベル、奴はゼレフの参謀であり執政官でもある。その異名の通り氷系の魔法を使うと思われるが、詳細はわからん。氷。勝てーこと言うなよインベル。集まったやつだけで始めりゃいい。少数精鋭の方がいいだろう。砂漠王アジールは脱出時に交戦した砂の魔法の使い手。トゥエルブの中でもかなり好戦的なやつじゃ。あいつか。もう察しているだろうけど、僕たちはいよいよイシュガル侵攻を開始する。めんどくさい。そう言わないでくれブランディッシュ。僕の命令は聞く約束だろ。もちろん私の気持ちと行動は別。面倒でも命令なら何でもやるわ。国崩しのブランディッシュ。好戦的ではないが国をも崩すという魔力の持ち主。奴とはカラコール島で一度だけ接触した。奴はおそらく物の質量を変える魔法を使う。ランディは思ったことすぐ口に出すから嫌われるのだ。あんで嫌ってるのは私の方なんだけどな。そうか、やはり私たちは気が合うじゃないか。戦を止めディマリア、奴の魔法は知らんが戦場を駆け巡った女神を通り名に持つ女騎士。魔導士ではないのか。お前が突っ込むのか。ゴッドセレナ、故郷を焼くのは辛いかい。辛くは。ありがとう。聖天最強の男ゴッドセレナ。奴はいわゆる残念な感じの男なのだが、奴の強さはわしが一番よく知っている。聖天大魔導の序列1位の人が敵だなんて未だに信じられない。なぜイシュガルを去ったのでしょう。そればかりは本人に直接聞いてみないとわからんな。裏切り者め、逮捕だ。陛下、我々は全員最終戦争ラグナロクの覚悟はできております。魔導王オーガスとこやつだけはわしの知る限り別格。他のトゥエルブとは比べられんほどの大魔力の持ち主。聞いた話では古今東西のあらゆる種の魔法を使えるとか。使える魔法の種類だけで言えばゼレフより上かもしれん。わしが知っているのはこの6人。あとは名前だけ知っているのが3人。ブラッドマン、ナインハルト、そしてワール。つまり目的はかつての恋人の体。
これは罪深きことなれば。いいや、フェアリーハートは魔法だ、人ではないよ。それに目的はフェアリーハートだけではない。イシュガルの殲滅だ。人類は一度滅びなければならない。人類ね、我々は駒だ。面白い解釈なれば、うん、完璧。早速作戦を立てましょう。その2、俺に任せてくれねえかな。これから作戦を立てます。皆さんよく聞いてください。いいや、君一人には任せないよ。総攻撃だ。ゼレフは全軍を率いて攻めてきます。バカな、俺一人で十分だ。ゴッドセレナが一番強って大陸だぞ。つまり俺一人でも殲滅できる。それならそれでいいんだよ。全軍全員での総攻撃、そこに意味があるんだよ。私たちの置かれてる状況は圧倒的に不利と言えるでしょう。敵は、今まで戦ってきた敵とは桁違いに強い。竜王祭が始まる。進軍開始だ。ですが、勇気と絆を持って戦い抜くのです。ギルドの力を見せてあげましょう。